皆さんこんにちは。ポーランドから井上俊也です。今回ですけども、ポゴンスケジナっていうチームのロッカールームとか、クラブハウスを紹介していきたいなと思います。はい、それでは見てみましょう。シェーマ。1946年にできました。でこっちがホーム、僕らのロッカールームで、こっちがアウェー、相手が使うロッカールーム。じゃあ入っていきたいと思います。主にここは相手チーム使ってるんですけど、まあ僕たちだけで練習するときはこっちも、使ってます。チームメイトが、まあトイレとシャワールームが設置されています。で、こっちがホーム、ここがホームです。まあ、ホワイトボードに練習時間書いたり、まあ、試合前だったらこれ使って、まあ、誰がどこのポジションをやるかとか、そういう説明とかもあるんですね。で、いつもこのスピーカーで大音量で、練習前と練習後は流してみんなで、ね、まあ盛り上がってます。で、まあ、まあ加藤くんはここやね、いつも定位置。俺はいつもここかな。まあ、大体決まってて選手の大体なんやろ、ごっつい人らここかな。ごっついやつらここ。確かに、うん。で、この辺はまあちょっとなんやろ、細身の人。で、ここがキーパーかな。まあ、S でここに入れるように頑張りたいな。じゃあ、こっちはトイレとシャワー室、シャワールーム。そこで浴びて、で、夏やったらここに入れて、で、使って、で、疲労回復してます。本体をして。こんな感じかな。こうやってで、コーチが来て今日は何々するよみたいな話して、で、みんなまとまってシャイパーって言って行きます。ロッカールームこんな感じだ。こっち主にボール、まあ、いろんなトレーニング機材とか。こっちはボールのクオリティがいい。前回使われたワールドカップのボールかな。こんな、はい、こんな感じかな。ほんでいつも年下、まあ、年齢低い人がここ来て準備してグラウンドにやってくれてます。2000年代生まれ。大体俺ギリギリセーフ。1997年から。で、全部映したかったけどな。まあ、いっか、今日。ここが、うん、会議室。ボスがいつもおる。会長が。で、ここでミーティングして、試合映像見たり、まあ、試合終わりにみんなでビール飲んだりとかかな。だから、今まで撮ってきたカップかな。冷蔵庫。この中はもちろんビール。これ、海外らしいよな。いつもこう守ってとか、まあ、凍らせる水かな。これを入れて、アイシングしてます。これユニフォームでっかい。ホームセンターやったらいつもこれグラウンドの近く置いてホーム感を出すの。ああ、これか。で、これがよくあるじゃないですか、こう選手入場した時に、審判がこう持って入場してくる。
あのミックスゾーンって言って選手と選手がこう入場するときのこの真ん中に置いてあるんですよ。でこれボール置いててっていうのをいつも誰かが準備してくれてる、まあ、そういうのも感謝していかないとね。当たり前のことに審判が使ってる部屋、まあ、いつも審判が待機してる場所かな。電気ちょっとないんで。そっちなんです。ここだ。はい、ここっす。ここいつも待機されてます。でもうここのリーグだったらもう無線つけてるっすよね。つけてる。でもう審判同士で会話してこうどうやったみたいな。結構クオリティの高い審判、まあ、日本や日本のほんまに J クラスだったら結構審判のレベルって高いと思うんですけど、公式戦とかやったら結構高いですよね。てな感じで、クラブハウスロッカールームの紹介終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとポーランドのことで何か聞きたいこと、海外のことで聞きたいこと、コメントじゃんじゃん待ってます。インスタの方飛んでくれてもいいですし、 TikTok 飛んでくれてもいいので、登録よろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。